やめたら多分自分がなくなるぐらい、もういっぱいいろんなものがいつも溢れて出てきちゃうのが我慢できなくて作品にしてるから、それをやめなさいって言われたら自分がなくなる、自分が崩壊しちゃう。あと、まあそれと一緒にやればバーって、ちょっと野口さんとか嫌だったらね、週貼ってあるけど、いいです、いいです、じゃあ出してください。人にその気持ちが伝わるようなものを作りたい。だから綺麗な線だとか上手な構図っていうよりも、私が何を描きたいかを受け取ってもらえるようなものを作りたい。小さい時から着物を着ることが好きだったのと、絵を描くのもすごく好きだったから始めました。最初に見た時、おばあちゃんの着物が最初かな。おばあちゃんのアルバム、若い頃のアルバムの着物がすごく綺麗だった。できない時もあった。2回目の夫が死んだ時、やっぱりハッピーでこううわっと何かがこう湧いてこないと書けないでしょ。何もなくなっちゃったから、私はもう何もなくなっちゃったから、もう筆は持たないから、お掃除のおばさんでも して暮らしていくしかないかなって。その亡くなった旦那さんに対する気持ちを書けばいいんじゃないかって言われて、あ、そうだって思ったら、感謝の気持ち、亡くなった主人に対する感謝の気持ちがいっぱい湧いてきて、表現するものがなかったらきっと鬱になって病気になってたと思うけれど、そこで表現したことによって自分の心がすごく救われて、あ、私すごく幸せだったんだなっていうことを思い出せたから、だから前に進めて、そしたらまたたくさん書きたいものが湧き上がってきて、まあいつもハッピーでも今日のミーシャちゃんはスペシャルハッピーやっぱりみんな喜んでくれて、やっぱり私もその人にいつもね、ワンランクアップじゃなくて、私がデザインした着物を着るとツーランクアップですっていつも言うんだけど、その人を見てて、この人がこういう風な色でこういうデザインした着物を着たらすごく素敵になるんだけどなって思うものを一生懸命作って進めるから、だいたいすごく素敵になってくれてもう着た時、やっぱりほら思った通り素敵でしょって、いっぱいカットしてもらわないとかな120ぐらいまでは生きるかなと思ってるからとりあえずそこまでの間に後継者をなんとか、うん、まだ折り返し地点で100歳過ぎたら来てくださいまた。